遥か昔、この森が鹿人族に守られていた頃、我ら人間は鹿人族と共に森の命である森の心を守ってきた。しかし、欲深き人間たちは森の心を狙っていた。彼らが鹿人族に宣戦布告した日、山津波が襲ってきた。あの山津波が全てを飲み込んだ。激流の中、一人の鹿人がわしの手を掴んで助けてくれた。あのような状況だ。その者の顔ははっきりとは見えなかった。目が覚めると村はさびれ、森も荒れ果てていた。何もかもが変わった。森の心も鹿人たちもこの世から姿を消した。全ては愚かな人間たちが越えてはならぬ一線を越えたからだと知った。わしはここで何年も森が幾度も苦難を乗り越えたのを見てきた。それでもわしは鹿人族を待つ。彼らはきっと故郷の森に戻ってくる。あるいはわしを助けたあの鹿人が。